8月28日、町田市にある成瀬駅前市民センターで楽しく学べる俳句講座が行われました。この講座は介護予防・仲間づくりを目的に町田市が行っている事業、ワクワク仲間づくりカレッジ講座の一環として行われています。全8回の講座では俳句を作るコツや歳時記の使い方など俳句の基礎を学びます。この日は参加者が事前に考えてきた句の公表が行われました。スラスラっと読める句、すっきり、そして人の意表をつくようないいポイントをつかんでいることがドッキリ、はっきりっていうのがその主題をどこへ持ってくるかはっきりとしていること、それがすっきり、ドッキリ、はっきりは私が一番心に置いている言葉です。講座の最後は短冊に俳句をしたため、書いた句を片手に記念撮影が行われました。じゃあ1たす1は2、もう1回、はい、もう1回。今までお付き合いのない方々と知り合うことができたので、すごいいいですね。嬉しいです。日本人でなければ作れない、文学作品なんかなと思ったりしてね、そういう意味で入ってよかったなと思ってますけどね。